なんか公開処刑のような朝信州の上田を立ってきますときに、ちょうど NHK が日曜美術館で、私の美術館を紹介してくださっておりました。川村敦則ディレクターがここにいらっしゃいます。しつこいなと思ってます。いつも私はまあ、無言館にいらっしゃる方々にも同じことを言うんですけれど、まあ、名前が示す通り無言館ですので、あまりそこに言葉を添える、むしろそういうことはなくて、いらっしゃった方がそれぞれ、心のランプを灯してお帰りになる、いろんなことを考える、もうそれで十分だと思っているんです。もう一つ恩義せがましく言いますと、私は1979年に長野県上田というところに信濃デッサン館という美術館を作りました。その18年後、今展覧会でお世話になっている戦没画学生慰霊美術館無言館、まあ、簡単に言いますと美術館屋になってから半世紀、この8月15日に、よそに出かけたのは初めてでございまして、だから何だって言われても困るんですけど8月15日は夜が夜であれば稼ぎ時でございまして、私が受付に座ったり喫茶室でかき氷を描いたりして、もう千客万来、その時にこう本が売れるんですね。私受付に座ってますとね、よっぽど気の毒そうに見えるのかなんか本を買ってくださる方が多くて、一生懸命サインをして、これもとても嬉しくて、そんな貴重な8月15日をなんで引き受けたかなと、これは菅野さんとおっしゃる館長さんのなんか催眠術に引っかかったか、なんか無遊病者のようにうなずいて来ますとお答えして、なんか大雨か土砂降りか洪水かで中止になればいいなと思ってたんですけど、まあ、ともあれ当選おめでとうございます。ずいぶん他の方でね、私の友人も申し込んでダメだっていう方がいらっしゃったんで、感謝しております。感謝はしてるんですけれども、私はいつもこの無言館についてお話をさせていただくときに、何なんでしょうかね、ある種の後ろめたさというか、居心地の悪さ、まあ、何とも言えないものを引きずって大体帰り新幹線に乗って帰ります。まあ、上手に喋れた時には、なんか自分が大変な嘘つきのような思いもあって、ちゃんと本当のことを喋ってたんだろうかって気にもなりますし、またうまく喋れなかった時は当然のことながら、上手に喋れなかったなということでしょんぼりして、まあ、いただくお金の割には本当にこの無言館をお話をさせていただくということ自体が、大変苦痛なんですね。私は1941年のつまり昭和16年、太平洋戦争が始まった年に11月20日に生まれました。後に私は自分の生年月日が9月の20日生まれであることを知るんですけれども、ですから、まあ、簡単に言いますと80歳までずっと3ヶ月サバを読んで
生きてきたって感じなんですが、生まれは東京の東中野で生まれました。わけがありまして、2歳と9日の時に、生みの両親の元を離れて、そうですね、東中野でしたらどのくらい離れてるでしょう、15キロから20キロくらいでしょうかね。甲州街道沿いの方まで来ますと明大前というところがございます。明治大学泉校舎というところがあるんですが、東中野で生まれましたけれども、その明治大学泉校舎の校門の前で、ちっちゃなむしろを引いて学生さん相手に靴の修理をやっている、久保島茂初という養父母のもとに、戸籍上は実子として、預けられました。まあ、預けられたというか、まあ、戦時中でしたからね、たくさんそういう同じ出自を持った方はたくさんおられたと思うんですけれども、2歳と9日の時にまでは寮という名前でした。寮というね、寮ちゃん、これも悪くないですね、かわいい、赤ちゃんの頃は寮ちゃんだったんですが久保島誠一郎という名前で、その両親に育てられまして、大変貧乏だったもんですから、まあ、あの頃はね、空襲にやられて東京の郊外はみんなもう草の根一本生えない状況でした。私の家も例外ではなくて、戦前私をもらい受けた頃までは、小さな間口2軒ほどでしたけど、小さな靴の修理と靴を卸の靴を売ってたんですけれど、空襲がやってきて東京世田谷一面は焼け野原で、先ほど菅野館長さんがおっしゃってたように、宮城県の石巻というところに疎開をいたしました。これ普通喋ってると疎開っていうところでぐるっと見渡して若い方がいる場合は疎開がわからない場合があるんですが、今日は全員分かってるという感じで疎開をしました。昭和20年9月終戦して1ヶ月して東京に戻ってきました時には、草の根一本生えてないというのはあの状況だったと思います。戦後の焼け野原でした。その焼け野原から、久保島茂初は文字通り地べたを這うような生活の中で、私をもらい子の私を育ててくれました。最初はもう、中学校出たら自分は靴の修理の職人になるという、もう自分でもそう思ってましたし、両親もそう思ってました。一人早く亡くなったんですけど、近所にある梅ヶ丘中学校という中学校に宮垣達夫先生という、39歳でお亡くなりになりましたけど、私に読書の喜びと絵を描いたり楽しいことをたくさん教えてくれた先生ですが、その宮垣先生がどうしても久保島は高校に上げてやってくれと、ああいう熱血先生がいたんですね。金八先生みたいな人が土下座をして両親に頼んでくれまして、私はまあ曲がりなりにも頭大変悪かったんです、成績悪かったんですけど、曲がりなりにも東京の新宿にある高等学校に進学することができました。ただ相変わらず頭が、まあ、勉強しなかったわけじゃないんですけど、成績が芳しくなくて、あの頃はもう子だくさん時代でしたからね、400人か500人いたんじゃないですかね、
その学年でもピリからもう何番目かという成績でした。もちろん大学にはもう進学はできないものと思ってましたし、高等学校を出てからなんと十いくつの職業を転々といたしました。なんか電球屋さん、電気屋さんの電球売りっていう妙な職業でしたけど、電球をねズックの中にたくさん入れてそれを売り歩いたり、そろばん学校の事務の手伝いなんかもやりましたね。一番長かったのは新宿御苑のすぐそばにある、俗に言えば連れ込み旅館という名前がつきますけれど、小さな旅館の番頭手伝いみたいな、これが一番長かったかもしれませんね。いくつも転々として、高校時代から時々バイトに行っていた渋谷の道玄坂の下の、最近コロナのニュースでスクランブル交差点がよく映りますけど、あのすぐそばです。トワという生地屋さんがありまして、これは女性の服地屋さんでございました。韓国人の社長さんでしたけど、そこに店員として雇われて3年ちょっとお世話になりました。さて昭和38年11月15日、まだ21歳、あと5日で22でしたね。忘れもしません。ちっちゃな飲み屋を開業しました。あの頃はまだ居酒屋という言葉はこう普遍的に出回ってませんで、スナックというのがハイカラでしたね。スナックっていう言葉が、赤い看板の、ちっちゃな店をなんとこの不器用な男が自分で作りました。まあ、お金がなかったこともなかったんですけど、そうですね、3ヶ月か4ヶ月かかりましたね。セメントを流してです。それまで両親が折り重なるように三畳間に親子3人が寝て、両親が押し入れに上の段と下の段に寝て、布団を引っ張り出さないと親子3人が寝られないようなところに住んでおりましたから、そこをぶっ壊しましてね、両親を、あら、久保島茂も初もかわいそうでしたね。上の段と下の段に押し入れに寝てたのが、私が作った二段ベッドに今度は寝るようになりましてね。あの人たちは子供を苦労して高等学校まで出て少し生活が楽になるかと思ったら、またそのまま二段ベッドで寝ることになって、このスナックが当たったんですね。翌年昭和39年がコロナのない東京オリンピックでした。私の店の前をエチオピアから来たアベベ選手と円谷小吉選手がね、さっそうと走って沿道でおにぎりを売りました。おかかと鮭とたらことスペシャルっていうのがありましてね、どこがスペシャルか分かんなかったですけど、奈良漬けがついて、あの当時ね4個80、1個20円でしたから決して安くないかったですよね、あの頃の価格ではね。それを洗剤のザブという段ボールの箱に詰め込んで自転車の荷台にくくりつけて、世田谷の明大前と新宿大岩家、今の南口4キロ離れてるんですが、大抵は半分の、まあ、その土地に明るくないでしょうからわからないでしょうけど、2キロぐらい行きますと笹塚という駅がありましてね、大体そこら辺まで行くとおにぎり完売でしたね。はい、なんと、アベベが走ったマラソンの当日は
おにぎりの売り上げだけですよ。お店はアルバイトに任せてお店やってましたから、私が自転車で売り歩いただけで売り上げが2万円を突破した。あの当時ね、とはで生地屋さんでいただいてたお給料、一月5000円行くか行かないかの時代でしたから、あの2万円がおにぎりが2万円になったっていうのはね、あれはもう驚愕というか、うん、とにかく絵描きになりたいとか詩を書きたいとかね、ロマンチックだったんですよ僕は。頭悪かった癖して、何にも勉強してない癖してね、そんなことばっかり言ってた男だったんですけど、あのおにぎりの2万円で全部ぶっ飛びましたね。本当にこの世は金だと思いました。思いましたで過去形じゃないですね。今もそうです。ずっとそれはある。そんなふうにしていた男が大好きだったことが一つありました。案外文化人が多かったんですよ。世田谷の明大前というところはですね、バックに松原町という世田谷でいやベッドタウン、皮肉なことにそのお金持ちのたくさん住んでる松原町は焼けなかったんですよ。これこの貧乏人の靴屋が住んでるようなところはみんなやられちゃった。そのお金持ち族の中にはね、北森夫先生とかね、大山春彦さんとかね、これその変な親父たちと一緒にするわけにいかないけど、将来高橋恵子っていう女優さんに、当時は関根恵子さんとかね、そうそうたる人たちが、僕のちっちゃいね自分で作った店でしたからね、カウンターなんてね3人か4人しか座れないんですけど、貸し入れる、最初から貸し入れるからね、お客さんこのグラスを握りしめてないと帰れない。ひたすら飲み続けるしかない。高知の方に行った時、ちょうどそんな杯ありましたね、置けない杯っていうのありましたけど、あれに似てたんですね。ついでに言いますと、トイレが大変だったんですよ。自分で作っちゃったトイレを。隣に帽子屋さんでね、学生帽を売ってるヨシさんとおばあちゃんがいたから、おばあちゃんが誠一郎ちゃん、誠ちゃんが美術あれをなんだ、スナック作るからお祝いだって言ってね、鯉と金魚を飼ってた亀があった、あの亀を僕にプレゼント、それをうずめたんですね。ところが根性がないもんだから、あれだから悪いことして死体をうずめる人っていうのはよっぽど根性ありますね。あれこううずめるもんね、もう途中で嫌になっちゃって、ほいでもう適当にうずめた。また平たく言えば浅いんです。だから一日お客さん満員になるとうんちとおしっこでいっぱいになっちゃうんですよ。それを毎日夜2時に店が跳ねると、バケツに組んで、あの頃はまだオリンピック前は甲州街道がね5メートルぐらいしかない、ほうこう持って、それで父親や母親が靴修理してた明治大学の前に玉川上水ね、太宰治さんが亡くなったとこですよ、あれあそこにね、あそこに開けるわけにいかないから土手に開けて、それで帰ってくる。つまり簡単に言うと、お客さんが入って入れば入るほど時としてバケツ2往復っていう時もあったわけです。うまく言えないんですけども、なんかこう自分の人生っていうのは根こそぎ何かなんか大きななんかスコップでこう裏返しにされたっていうんでしょうかね、今まで自分が信じて何かみたいなものが全部崩れて、とにかく大きな家に住みたい、大きな自動車に乗りたい、うん、いい服を着たい、できたら有名人になって人を旗あげたい、びっくりすると思うんですけど、私はたった4年間で
東京世田谷に50坪の家を建て、東京郊外、特に小田急線沿いですね、勝ち組の女の人がうがうが座ってらんない小田急線という電車が走っていて、あのところに相模大和の鵠沼、玉川学園支店を出したんですよ。合計4点出した。ラジオ関東っていうね、しょぼい、これ NHK にカットすればいいですね、あのすごいラジオ放送があって、あそこではついこの間亡くなりましたけど、和歌山源三という方がこのレストラン等っていう、等っていう名前だったんですよ、あの五重の塔の塔ですね。なぜこれ通っていたかっていうと、まあ、ちょっと専門的になりますけど、横山美沙夫というあの玉美大で教えてらっしゃった絵描きさんに、これは東京国立近代美術館にあの谷中の焼け落ちた五重塔の絵があります。あの絵が大好きで塔っていう名前をつけたんですね。その塔の支店、まあまあ、4店舗、うちの女房は今も言いますね、あんたが美術館なんかやってなきゃもう渡美ぐらいにはなってたわよっていや言われるんですよ、はあ。とにかく、私が無言館を語る時のある種の後ろめたさ、居心地の悪さ、自分がやってていいのかな、もっと真正面からあの時代と取り組み、あるいは戦争にひどい目に遭い、もちろん僕もひどい目というか無傷だったわけではありません。なぜかといえば久保島茂初というあの優しい靴の修理屋夫婦は本当に生卵一つで焼き海苔一枚で親子三人が、それすらなかった日がありましたね。何日もありました。必ず玉川上水に行って、シソが土手に生えてるんですね、シソ。今お寿司屋さんに行くと寿司巻き、あのシソ巻きだってそこそこしますからね。あれを抜いてきてですね、それに塩をかけて、それが一家のおかずでした。3人のですよ。生卵の時はね、必ずお袋がね、初がね、まあ、父親に卵を入れて、僕がご飯に穴ぼこを開けて待ってると黄色身を入れてくれて、必ず最後の自分の番になるとかしげ茶碗にお醤油を足して、おそらく初はご飯の上に卵は入ってなかったんじゃないでしょうかね、お醤油だけだったと思います。焼き海苔の時はですね、練炭火鉢で炙って、僕のご飯の上で初が海苔を折ってくれるんですね。粉が落ちるんです。その粉で半膳食べられるんですよ。まあ、あの頃は特にね、東京の郊外は本当に物がなかった。またあのこちら郡山で在の方はまた別のいろんな苦しみや空襲があったでしょうけれど、まあ誰も彼もが飢えていた時代の、ですから低温やけどっていう表現が一番当たってるんじゃないでしょうかね。直接的に戦火を浴びたわけではないけれど、父親母親の苦労の中で育てられた私にはなんかそう、直にやけどはしてなかったけれども、どっか遠いところから、戦争という影があったんでしょうね。ただ僕は金稼ぎと
大きい家に住みたいで頭いっぱいの男でしたから、少なくとも戦争のことなんかは考えたことはありませんでしたね。まあそんな男がこうしてなぜ無言館にたどり着いたか、簡単に言うと、取り持ってくれたのは絵です。絵描きを志したことがあるんですよ。これでも、新章作家協会っていうのがありましてね、この福島にも何人か会員さんいらっしゃいますけど、モダンアートから分かれて、抽象画のね、あの頃はアンデパンタンっていう、あの無審査の展覧会が東京都美術館、有名なのでは読売アンデパンダン、もう一つは日本アンデパンダン、これは無審査です。誰でも飾ってもらえるんですね。そこに3回、かな、17、18、19ぐらいの時は、出品して、この間大田の文学館で僕の展覧会が久保島誠一郎展というのがありましてね、大田の麻雀屋さんが僕の絵を持ってたんですよ。ねえ、ちっとも高くならない。そりゃそうだよね。恥ずかしかったですけどね、そういうものを。水商売に夢中になって、うんちのバケツを下げて、毎晩豆売り上げを計算する日々でした。いつの間にか忘れていっちゃったんですね、絵を描くとか。なんか詩を描くのが好きでね、あの僕の店はね、テーブルにね、マスターのね、マスター僕ですよ、マスターの詩が月替わりでなるんですよ。書いた原稿用紙にね、茶のスカーフは帰らない、なんだかよくわかんないんですけど、なんプルシャンブルーの港町、茶のスカーフは帰らない、あなたと私の記憶とともに、みたいな花が書いてある。そうすると明治大学のね、髪の毛の長い、なんかフランス語を勉強してるような、もう目を見るとマスターにハートっていうのが髪がある、そういう人が、詩が今度の詩いいですねとか言ってくれる、そういうね、そういう男だった。にもかかわらずなんで植木鉢をひっくり返すように人間が変わっちゃったか、この世は金だと思い定めた。何もここで開き直ることはないけど、そうだった。それでいつの間にか忘れたんですけど、たった一つやっぱり絵と全部自分を打ち切ることができなかった。一番最初にコレクションしたのは小田博樹さんというね、パリでパリジェンヌの絵をお描きになってた人で、世田谷の祖師ヶ谷というところにお住まいでした。この先生の絵を新宿の緑屋という月譜屋さんで3万円で買いましてね。でもあの頃3万円というと大変なんですよ。1日の売り上げが2、3000円でしたからね。まあ、おにぎりはまた特別として、毎日そのくらいでしたから、まあ、それから原誠一さんという国画界の先生もよくお見えになりましたね。これは萬鉄五郎さんのお弟子さんで、それで僕は渋谷の戸あって生地屋に勤めてた頃、古本屋で大正8年2月の20日に22歳で亡くなった村山海太という、海太画集というね、アルスという出版社から出てまして、今古本屋さんに行くと何十万円もする本ですけど、中村書店という246の今の109っていうおしゃれなビルのすぐ脇でしたけど、でそこの本屋さんで買ってたんですね、その本を。それでスナック開きました時に、とってもそのアルスという出版社から出た本が、ちょっとレトロっぽくて素敵だったんで、
カウンターの用紙を並べる棚にこう立てかけておいて、あと原誠一さんがいらっしゃって、マスター村山海太知ってるのかって言うんですよね。で僕はあの頃ね、頭悪いから海太の海が読めなかった。海っていう字は木偏に鬼って書くの、植物でいうと円樹っていう字ですよ。あれをなぜか僕は塊って呼んでたんです。塊が多い画集って変な画集だなと思ったけど、で広げてみると本当に塊が多い感じの絵なんですよ。裸の女の人のおっぱいがもう愚煙の炎のような赤チューブでガランスって呼ぶんですけどね、村山海太が赤が大好きでしたかって書いて、これかと思うと美少年が頬と頬をすり寄せてるようなちょっと怪しい、そういうセクシュアルな絵もある。そうかと思うと燃えるようなバラの花の絵がある。惹かれましてね、それでそこにね描いたの詩があるんですよ、うん、一本のガランスをニューと絞り出せ、すべての世界をガランスにいてかきたてまつる、山を川を花を人をガランスで描け、一本のガランスよ。素敵でしょこれで。そうかと思った。お姉さん裸になってください、どんなに美しかろうあなたの丸裸。僕が言うと気持ち悪いんですけど、この書いたの詩で読むといいんですよ。視聴者っていうところからあの日本のね代表的な詩集が出てます。700いくらですからからは買った方がいい。村山海太、編纂者はちなみに久保島誠一郎。これは読んだ方がいいですよ。その海太の歌詞だったら原先生が、マスター海太知ってるのか、おいの声皿洗いながら海太って言うんだと。でも楽しかったですね。なんかね楽しかった、絵のことを語るときは。それからね、もうこの頭の悪い高等学校ビリケツ男がね、だってそんな偉い先生と話ができるんですよ。絵が分かるんだねとか言われちゃったら、もうね北森雄先生がですよ、あのドクトルマンボウがですよ、いやマスターの審美眼には一目置くね、ポツンと言うんですよ。それでその頃の俺の料理ってきたらひどい料理なの。あの頃はねパスタってことはまだなかった。ここおいしいね、ここのね、あのスパゲティすごくおいしい、あんなんじゃないんですよ、焼きうどんなんですけどね。この焼きうどんをね、その頃から美意識だけは発達してたもんだから、あのお醤油で色が汚れんの嫌なの、塩コショウだけでね、ただそれを炙っただけの、かき回しただけなんですよ。それはあの、まあ、ドクトルマンボウ文豪がですね、こんなにうまいものは食べたことない。それから、ね、カクテル、これあの頃ね、あの東京オリンピック前後にね、本当はね調理師の免許なんか必要だなんですよ、お店やるからには。にもかかわらずあの頃だけはね、もう国がね焦ってたんですね。もうお店、もうだってお店開いてれば持ってきてくれるんですよ、教科書を、うん。それで僕はね、近所にね、道っていうバーがあって、そこにみっちゃんっていうね、ママがいて、みっちゃんが全部教えてくれるんですよ。赤いの入れて、それ炭酸で割って、こうして、ああしてかき回せば大丈夫って言ってくれる。ところがその頃からカクテルの名前をつけるのがうまかった。こうね、ブルーのね、チェリーちょっとスッと出して、深海の孤独。いやいや笑い事じゃん。これでね、もう毎回味違うんだから、それ素人なんだからね。でも今だったら捕まっちゃいますよ。それからね、あのでっかいやかんにね一握り、あの頃は日東紅茶しかなかったんです。紅茶をポチョッと入れる、ポチョッと、こんなやかんのお化けみたいなところで煮詰めるんです。それはそうです。そうすると紅茶の色だけは出ます。そうするとね、これが儲かるの儲からないの、それで
マスターのとこの紅茶はこんなに濃いのに何の味もしない。あれよくね、あんなことがまかり通ったんですよ。あのみんなで渡れば怖くないじゃないけど、日本中が何か土地狂ってたんですね。様子がおかしかった。日本中がですよ。だって5メートルしかない道がですよ、本当に大げさに言えば一夜明けたら高速道路になってる時代なんですから、早いのなんのって。それからもう今まで子供で心遊んでいた空き地にどんどん高層テナントビルが建つ、上手に言えないのがもどかしいんですけど、あの頃の時代っていうのはまさしく村山描いたでしたね。あのね、あのそんなセンチメンタリックなね、あのブルースとかセレナーデじゃないんですよ。打楽器です。打楽器、全国民が追い立てられるように何かに向かって走るんです。そんな感じでした。僕ももうある意味で言えば最終列車、高校ビリケツ男、スナック男がとにかく金が欲しい、最終列車に飛び乗った一人だったんじゃないでしょうかね。絵がだんだんコレクションされてきました。早死にした絵描き好きでしたね。なんでですかね。それとデッサンが好きでしたね。あの通底する結ぶものがあると思うんですよ、デッサンと溶接、早くなくなるってことはね。あの頃は今のコロナと同じように100年前のパンデミックですから、ちょうど1920年前後ですよね、スペイン風邪。あの頃もスペイン風邪って言われてたけど、あれはアメリカの、軍隊から発生したウイルスだって言われてましたけど、まあ、村山海太も22、関根商事も20歳、これは福島県のね、からめで生まれた画家ですけれど、もう皆さんご存知だったら、脚本家の島村宝月、恋人の松井須磨子、みんな死にましたね、若い人たちが死んだ。でもね、その早く死んだ絵描きたちの絵、しかもデッサンってさ、もうなんか当選者捕まえてデッサンってさなんて言っちゃいけないんだろうけど、あのすごくね、消しゴム一つで消えちゃうじゃないですか。そうですよ、ピカソだってセザンヌだって鉛筆は鉛筆なんだから、消しゴムで消えちゃうんですよ。その儚さが良かった。よく絵空ごととか絵に描いた餅とか言うでしょ、絵の悪口言うでしょ、うん、ペラペラのただ一枚に絵にその大枚なお金払って、ちょっとおかしいんじゃないか、とんでもない。あの儚さがたまらなく良かった。しかもその儚さに自分で稼いだお金を投入する喜び、良かったですよ。昭和54年の6月30日、長野県の上田市、村山海太が17歳から18歳頃放浪した土地です。最初は33歳の夏に村山海太の絵を探すために生まれて初めてその信州の上田を訪ねました。お百姓さんの、土蔵の2階とかね、残ってました。同じ時代に生きたこの福島が生んだ天才画家関根商事、村山海太よりさらに若く20歳2ヶ月短い命の中で炎のように燃やした。芸術が分かってたんでしょうかね。僕は自分は分かってなかったと思いますよ。なんか褒められたかったんじゃないですかね。その人知れぬそういう人たちの絵を集めることで、マスター絵が分かってるんだなとか、すごいなとか、
80歳になっても変わんないですね。人間は褒められたいから生きてるんですよね、うん。まあ、あの天然バラバラに喋ってるので、あの お聞きになる方は勝手に都合のいいとこだけつなげて聞いておいていただければいいんですが、そんな中で信濃デッサン館という美術館を建設したのがちょうど35歳何ヶ月かでしたか、その美術館がちょうど18年目に差し掛かった頃でした。野見山雄二さんという皆さんよくご存知の、現在100歳でついこの間まで東京の高島屋、京都の高島屋で大きな展覧会をなさってました。お元気ですよ、100歳でもね、キラキラして。その先生がちょうど現在の私より5個ぐらい、4個ぐらい下だったかな。今僕は正確に言うと79歳、80一歩手前なんですが、先生も74、5、56だったと思います。私が52歳でしたかね。まあ、野見山さんは東京美術学校、現在の東京芸大を出になって、満州の牡丹校というところに出生して、すぐ六膜を患うんですね。六膜を患って、まあ、簡単には生きて帰ってらっしゃる。私の美術館に来ましたときに、まあ、峠一つ越えるところに別所温泉というひなびたような町があるんですが、そこで先生と一献傾けました。まあ、先生はあまりお酒召し上がらないんですけど、僕が酒好きだったもんですから付き合ってくださって、明け方近くでしたかね、自分はたまたま生きて帰れたけど自分の何倍もの才能のある仲間がたくさん死んだ、ほっとけば彼らの絵はこの世から消えてしまう、もうお父さんお母さんいなかろう、ご兄弟もいなかろう、ほっとけば彼らの絵はなくなっちゃうんだよね。あれがね、いや若いっていいですね。あの52歳の久保島誠一郎はかっこよかったですよ。いや、マジかっこよかったですよ。先生、僕にやらせてください。まだ間に合うかもしれません。ただ僕には情報も何もない。先生のお出になった美校の学籍簿、先生が仲間からもらった手紙やはがき、それをつてに全国歩きます。先生は助手席に乗ってくださればいいんです。僕は運転します、言ったんですよ。いやー、あれは惚れ惚れしますね。まさかね、こうやって8800万も借金抱えて、ね、路頭に迷って、まさかね、こんな風になると思ってませんからね。第一、美術館作るなんていう気は全然ありませんでした。なぜか、信濃デッサン館って村山描いたのを誰も入らない美術館、山の上のてっぺんに作って途方に暮れてる時、もう一個美術館になってるの考えられませんからね。先生はね、あれ先生は文化勲章を取ってる割には案外無責任でね、先生はね、自分で火つけときながらね、いざ僕が動き出したらね、いや 今更言っても絵は集まらんよって言うんですよ。いやもうね、両親はいないしね、なんかね言うんですよ、後ろ向きなんですよ。それで僕は、いやもう先生どこでも行きますからって言って、最初はね、先生と伊沢博さんだったかな、南河内郡栃木県、それからね、先生は 3,4 箇所行ったら、なんかあの東京の美術館、国立近代美術館で野見山先生の大きな展覧会があって、
その準備が忙しくなって、でもう僕にバトンタッチするとおっしゃっていただいて、まあただ先生もあの手紙を出したり電話をかけたりして、ナビゲーションしてくださって、先生の援護射撃がなければ僕は一歩も動けなかったわけですけど、うん、それがね、先生が集まらないって言ってた割にはね、絵が集まり始めた、集まり始めた。まあいくつか理由があると思いますね。それは一つはね、よくね、あのよくぞ間に合いましたね、こうして画学生さんたちも幸福ですね、よく集まりました、これはよく間に合いましたねっていうような言い方されるわけですけど、ちょうど今から無言館が24年ちょっとでしょ、今足し算3年すると27年前ですよね。まあもちろんご両親はいなかったけど、あのご兄弟姉妹の方はご健在の方が多かった。いい意味でタイムリミットが来てたんです。いい意味でタイムリミット、それはどういうことかっていうと、もうどんどん例えばそのまあ直接的なね、ご結婚されてて学生結婚していた奥様とかそういう方はまた別ですけれども、あの老い子さん、姪子さんになってきますとね、なんか戦争で死んだ若いおじいちゃんの絵大事にしろって言われてるんだけど、まあ、うちも 20K だしこれでどうしようかなとかね、いろいろ住宅事情も絡んでくるんですよ。ですから熱烈な手紙書いて、取りに来てくださいって言われていくとね、ちょっと急ぎの用があるので持って行ってくださいって言って段ボールの箱に、あのマンションのねドアのそばに、今宅急便もそうなってるそうですね、ああいうふうに置いてある人もいましたよ。ほんでみんなが涙ぐんで、万感の別れをしたわけじゃないで、名前は明かしませんけど、もう違いますよ。それとかね、うん、いろんな方がいらっしゃった。みんなね、歓迎してくれた。そりゃそうですよ。今までどうしようかと思ってた絵をですね、この様子のおかしい若いんだか年取ってんだか分かんないぐちゃぐちゃ頭が登場してですよ、大事にします、お守りします、傷んでるところは修復しさせてください、ほらもうお寿司は取ってくれるわ、ビールは抜いてくれるわ。それでね、またね、ふるさとはいいんだわ。例えば吉田文雄なんかだとね、吉田文雄31歳で、あのビルマかどうかで死ぬんだけど、彼の家なんかはね下関ですよ、文字ですよ、フグです、フグ、もう行くたんびにフグです。そうすると俺はね、わざとね、なんこれちょっと大きいんでもう一回行きますとか言ってね、それのがね、中村万平、静岡下子さんっていう奥さん書いた、お腹の中に赤ちゃんいてね、うん、あの絵なんかもね、行くとね、浜松ですよ、うなぎですよ、うなぎ。だから俺ね、無言館歩いてるとね、ごちそうになったあのシーンしか思い浮かばないんですよ。あ、ここではお世話になったな、ここでもお世話になったなっていうのは、残念ながら、うん、無言館できた1997年、あれは平成9年でしたかね、平成7年でしたか、200人ちょっといたんです。そういった方々が、私が全国3年半かけて歩いてお知り合いになったご遺族、今4人です。この間103歳だった吉野初江さんがお亡くなりになって、第2番目の102歳の小坂益子さんが亡くなって、今99歳で川崎文子さんという、今回も大きな屏風が出品されておりますけど、川崎忠さんの学生結婚していた頃の奥様ですけど、お元気でね、この間もテレビの TBS さんかな、取材で答えてましたけど、もうハキハキとなさってて嬉しいですね。電話かかってくるんですよ、夜中に。
ああいうババアはね、夜中ね、自分が寝て、自分が起きてると、みんな全人類起きてると思うんだね。もう夜中の3時ごろね、あんたね、しっかりしなさいよ。借金がどうこうじゃないの。あんたは任されたの。そういう星の元なの。もうでっかい声なんですよ。本当に。もう、それからその次の方も、もうお元気ですね。やっぱりこういう言い方おかしいけど、女性強いですよ。女の人強い。あのね、だからどこ行ってもうなぎ食べられて、どこ行ってもフグ食べてたかって、そうじゃないんですよ。苦戦したのは全部女性でした。まずね、まあ結婚されてたり、あるいは、婚約者、それで戦地に行ってそのまま亡くなった。これはね、まあ下賤な言葉で言えば手こずりましたね。一番手こずったのは佐久間治さんだったかな。佐久間、静子さん、長崎の航空省で29歳で、勤労動員の最中亡くなっていきましたけど、虫の知らせか、長崎に行く前の晩、静子モデルになってくれ、それまでそんなこと言ったことのない修さんがそう言った。私仕方なくモデルになったんです。22歳新婚当時のキラキラした輝くような静子さんの裸体のヌードのデッサン、もう一つはちょっとおしゃれな今回のポスターになってますね。郡山のポスターになってます。あれ小さい絵なんですよ、うん、センスいいですね。あれをボーンとポスターに持ってきてね、あれには苦戦したな。北九州市の小倉っていうところにお住まいでね、静子さんが。それで絵を渡してくれるっていうから喜び勇んで信州から出かけますと、気が変わったっていうんですね。うん、私が死んだ時に、お棺の中に入れて、修さんの絵も焼いてほしい。だからあんたに渡すわけにはいかない。そう言われりゃしょうがないから帰ってくる。また夜中に電話かかってきて。あんた見送ってよくよく考えたけど、やっぱりあんたに渡した方がいいような気がする。自分も追い先がないから。また来た時、小倉ですよ。笑ってるけど、金かかるんだよ。それその頃は今こんなに英雄みたいに座ってるわけで、向こうからなんか誰も俺の頭の中にあるだけでないんだから。俺行くと。これ最後はね、あんまり気が変わるっていうもんだから。3回目はね、小倉の駅前でビジネスホテルの安いとこ、足の指でテレビが消せるようなね、ちっちゃいホテルに3日間待機して、かかってきた電話、あんたに渡した方がいいと思う。もう即行って。ただ切なかったのはね、絵を外したらね、静子さんのベッドサイドにね、くっきりと50年間の絵飾って間の跡がついたんですよ。くっきりとね。あれはちょっと、なんかむしり取るようなかさぶたを剥がすような切なかったですね。ただ彼女はもうとにかく静子さんは無言感ができたら必ず伺いますとおっしゃってたんですけど、まもなくがんになられて、とうとう修さんの絵とは巡り合うことなく亡くなっていきましたけど、まだ74、5、34だったですかね。こんなドラマもありましたね。これはね、山口県の徳山というところですね。うん、原田新太という地元に初もみじという醸造有名な酒問屋さんがあって、そこの次男坊原田新太、東京美術学校で大変優秀な成績だった。隣に光市というところがあります。
これは徳山のすぐ隣です。その光市に住んでいた久保勝彦、この原田新太と久保勝彦は無二の親友だったんですね。無二の親友だった。どこ行くのも一緒で、クラシックが好きだったそうで、メンデルスゾーンとベートーベンのレコードを聴いて、仲が良かった。この原田新太さんはその有名な初紅葉の御連足ですから、それが空襲に合わなかったんですね。これは大きいことです。多くのご遺族たちが、作品を守りきれなかったご遺族、僕の美術館にも慰霊碑には518人の人たちの名前が並んでますけれど、私のところの美術館で所蔵したのは130人です。残りの388名は絵を描いていたことは分かってるけど作品がない人たちが大半なんですね。そういう中では大変幸運なのは原田新太でした。坂戸屋の次男坊でお金持ちでしたから、大きな額縁に入れて、今でも徳山の駅のすぐそばのそこに初紅葉の本社に行きますと、原田新太さんの絵がたくさん飾ってありますよ。素敵な絵でね。原田新太は南方で、南方に渡る船が撃沈されて24歳で亡くなりました。この無二の親友が久保勝彦、この久保勝彦は両親がいなかった、早く亡くなってね、それでおじさんの手に預けられて、どちらかといえば原田新太とはとっても友達だったけれど、対照的に大変不幸せな人生を歩むわけですけれど、この久保さんの絵がね見つからなかったんですよ。どうしても見つからない。おいで見つからない挙句、その原田新太さんのところに僕は山口県に行ったわけですね。僕は何時まで喋ればいいんですかね。はい、まだ大丈夫ですね。原田新太さんのところで立派な額縁に入った絵を3枚かな、一人で抱えて、カバン持ってますからね、もうかろうじて一生懸命持って新幹線のこだまのホームに立ってましたら、原田新太には4人兄弟みんな男の人なんで、男の子が3人、一番下に千恵子さんという妹さんがいらっしゃって、僕が訪ねて行った時にはまだ60代半ば行ったか行かないかぐらいでしたね。浅黄色のとても素敵な和服をお召しになって、その方が児玉のホームまで行き先切って追っかけてきたんですね。それでこの絵も持って行ってくださいって言うんですよ。じゃあ僕はいやもうこの原、ね、お兄さんの新田さんの絵をこうやって十分お借りしましたから、いやこれは久保さんの絵なんですって、それで聞いたんですね。久保勝彦は順番から言うと出生が新田が先でした。千恵子さんのお兄さんの新田の方が先に出生する、追うようにして召集令状が久保勝彦のもとに来る。令状が来た時に久保勝彦がこの自分の親友の一番末の妹さん、当時千恵子さん18歳だったそうです、その千恵子さんに向かって自分が生きて帰ったら所帯を持とう、結婚しよう、プロポーズするんですね。しかし18の年齢だった私は勝彦さんの言ってる意味が分からないで、イエスともノーとも言わない中途半端な言葉を言って、その場を濁してそのまま勝彦さんも生きて帰れなかった。この絵は僕の代わりだと思って持っていてくれと預かった久保さんからもらった手渡された絵なんです。くわえたばこでね、イケメンですよ、かっこいいんですよ、水彩画ですけどね、
いい絵ですよ、うん、あの今回も出品してるんじゃないかな。これね、うかつに喋るとね、館長は嫌な顔するんですよ。そういうのがあったんですかとか言われますから、ね、確か出品しているはずです。この絵をね、千恵子さんが持ってたんですよ。簡単に言うとね、今偉そうに僕は喋ってますけどね、まあ、偉そうじゃなくしようとは思ってるんですけど、あの駅伝で言えば僕はね、第2走者か第3走者ですよ。戦後50年、あの頃は絵を描いているってことだけで非国民でしたからね。芸術なんかやってるなんていうのはこのご時世に、あそこの息子は絵描いてる、あそこの娘はピアノをやってる、非国民です。一説によると文化系の人たちだけが先に戦地にやられたとも言われてます。繰り上げ卒業して犬一番に持っていかれたのは文化系の人たちでした。そんな時代ですから、その中で絵を守り通すご遺族、それがいたからこそ、そういった人たちの50年があったからこそ、51年目から、まあ、もっと正確に言えば50分かんないけど、2番目がこのスナックで一発当てた男だったんですよ。僕はなんで後ろめたいかというと、本当にそうなんです。みんなこうやって無言感無言感って言ってやってくるけど、こんなんテレビで見ました、本で読みました、ずっと彼らの絵を見返ろうともしなかったんですよ、僕を含めて。だいたいそんな人間がいるってことすら気にしなかった。繁栄繁栄で、これ自分のこと言ってるんですよ。ジュークボックスやってお金儲けて電気使って、その足の下に310数万人の戦死者がいたなんてことは、少なくとも僕は頭悪かったし勉強できなかったし歴史もやってなかったから分かんなかった。分かってたんだけど意識もしてなかった。そうした中で今という時間を僕たちは迎えてる。余談になりましたけど、この50年間千恵子さんは苦労したそうです。なぜかというと、千恵子さん再婚じゃない、再婚というとひっぱたかれましたからね、一度結婚します。それは当たり前だよね、婚約していったんだからね。再婚って言われちゃえらい迷惑ですよね。この2番目のね、エンジニアの旦那さん、素敵なんだこの旦那さんが。平たく言うとね、この久保勝彦の絵はね、千恵子さんにとって元彼の絵なんですよ。元彼の絵をね、あなた戦後50年、ある時はテレビの裏、ある時は天井の裏、2,3 回居場所が変わったそうです。でもちゃんと旦那さんは知ってた。これがね、僕はね、本を無言館の青春という本を書くときにね、取材に行ったんですよ。行ったらね、やっぱりその勝彦さんの話したくてしたくて、千恵子さんはたまんないわけですよ。それとこのエンジニアの旦那、用もないのに庭に出てサボテンに水やってるんですよ。時間は与えてくれてる、うん。何を言いたいのかっていうと、一枚の絵を守るために非国民となじった人たちも多かったけど、必死にそれを守り通した方々がいた。その歴史も無言館展をご覧になって感じてほしいなって思います。何話していいかわからないんで、一つだけ
時間内にどうしても話しておきたいなっていう話は、そうですね、先ほど菅野館長からもご説明があったけど、僕の生い立ちの中では戦争中、昭和19年から終戦の昭和20年の夏にかけての約1年、宮城県の石巻というところに疎開してました。あの頃うちの両親は東京月島の人でしたから、まあおふくろは東京の、あ、違う、ごめんなさい、関西尼崎だったんですが、疎開先がなかったんですね、田舎がなかったんです。そうしましたら、明治大学の泉校舎の中で学生服を仕立てている鶴岡義松さんという洋服の仕立て職人のおじさんがいて、まあ、結果的にこの義松さんが私の誠一郎という名前をつけてくれたってことが後からわかるんですね。そんなこと僕は知りませんでしたけど、この鶴岡さんが戦争が竹縄になって激しくなってきたときに、せいちゃん連れて僕の田舎に来ないかと誘ってくださって、宮城県石巻の渡の葉村という海水浴場のあるとても美しいところだそうで、美しいところですけれど、約1年親子さんに身を寄せました。おそらく疎開してなければ、あの空襲で草の根一本生えないあの甲州街道沿いのバラックの中で親子3人戦災死してたんじゃないでしょうかね。そういう意味で足向けて寝られないのが私にとって宮城県石巻。ご存知の通り、今から10年まで前、2011年3月11日、東日本大震災、幸い鶴岡さんのご家族は大川小学校に避難して助かりましたが、家作は全て流され、惨憺たる状況だったそうです。今から9年前です。つまり2011年の翌年、あの震災が起こったちょうど1年後、地元に河北新報という新聞社がございます。その河北新報の石巻支社が3階建てのうちの1階が倒壊しまして、一般業務は2階、3階で行われてて、1階は足の踏み場もないような状況でした。そこを約1ヶ月間無言館のために貸してくださいました。うちの若いスタッフがベニヤ板を持って運んで、無言館展が開かれたんです、被災地で。2012年の3月11日から4月の15日、ほんのちょっと1ヶ月とちょっとの間だったと思うんですが、あの頃はもう全く周りは瓦礫の山でした。一面の瓦礫の山、何にもなかったです。そこでやったんですね。やった動機は甚だ曖昧でした。世話になった土地で何かをしたい、しかし津波で何もかも流され失った人たちに、絵描きになりたかったけど戦死した若者たちの絵を持っていって何になる、何の役に立つ、そう思いました。そう思ったけれど、やるだけやってみよう、それが今の自分にできることだと自分は思いました。もちろん無料の展覧会でした。来たんですよ、その瓦礫の影から、仮設住宅から軽トラに乗っかってピストン輸送されて、なんと1800人1ヶ月の間来てくださった。一人T さんという、まあ、お名前明かしてももう時効だからいいですよけど、津田さんという水産加工業の社長さんがいらっしゃいまして、娘さんを流されて失い、
あの時点でご両親も行方不明、結果的には亡くなりました。もちろん家を流され、自分の水産加工の工場も流され、雇っていた25人の従業員のうち8人の人たちが命を奪われる。何もかもを失った方でした。その方が最終日に、私が受付に娘と一緒に座っておりましたら、深々と一礼をされました。ありがとうございました。津波があったから私は今日この人たちの絵を見ることができたんですね。津波がなければ絵を見るような男じゃありませんでしたから。でも今日この人たちの絵を見てよかったと思います。生きていく気になりました。生きていこうと思います。津田さんがそうおっしゃったんですよ。何なんでしょうね、津波で何もかも失った人が、戦争に行って絵描きになれなかった若者の絵を見て生きていこうと思った。僕はこの化学反応みたいな不思議な現象を信じたいです。なぜかといえば、あの津波で家族を失ったり大事な人を失った人たちはみんなこの世に神も仏もないものか、こんなに一生懸命働いているのに、こんなに一生懸命生きているのに、なぜ狙い撃ちにされるように。何もこれは石巻の人たちだけじゃないですよね。福島原発の事故からもう10年、今も路頭に迷っている人たちもたくさんおられる。不条理だと思うんです。なぜ自分だけが、なぜこんなに一生懸命生きてるのに、なぜ自分がこういう目に遭わなきゃいけないのか、不条理だと思うんです。でも考えてみてください。無言館の画学生も同じでした。彼らは国の命令によって戦争という津波に向かって歩かされ、高台に向かって逃げることを許されなかった人たちです。彼らも不条理です。動かしがたい個人個人の力ではにっちもさっちもいかないもの。僕はこう想像するんです。津田さんに向かって画学生はこう言ったに違いないんです。生きていきましょうよ。だってあなたには今生きる命があるじゃないですか。私たちが生きられなかった分、今あなたたちは生きてる。生きましょうよ。その声が届いたんだと。メディアの悪口を言うわけじゃないですけど、8月15日が来れば戦争戦争です。ハンデをしたように、ステレオタイプのように、反戦兵は無念の涙、さぞ悔しかったろう、さぞ無念だったろう。しかし彼らの絵には、生きていきましょうよ、今あなたは、久保島誠一郎は生きてるじゃないですか、そこに。彼らは決して反戦だけを訴えてるんじゃない。絵見てればわかるじゃないですか。ある若者は妻を描き、恋人を描き、ある若者は可愛がってた妹を描き、お父さんお母さんを描き、ごく身近な自分の命を支えてくれる人に対してありがとう、
感謝の思いを刻んでいった。一つね、大事なことあるんです。人間の芸術表現にはいろいろあります。音楽やる人、お芝居書く人、詩を書く人、文学書く人、小説書く人、音楽奏でる人、絵はね、あらゆる芸術と違う点が一つあるんです。愛してたもんじゃないと描けないんです。愛するものしか描けないんです。文学は憎んだり倒したくなるものもテーマにして描くことができる。お芝居もできる。絵はダメなんです。絵は夕焼けを描いたら夕焼けを愛してないと描けないんです。そこにいる大事な人を描くときはその人を愛してないと描けない。これはあらゆる芸術と違うところなんです。だから今ここの郡山に並んでる彼らの絵は、彼らが何を愛していたかという時間の絵です。花を描いていたとすれば、その花と向かい合っていた、デートしていた、花と一緒に抱き合っていた時間を彼らは描いた。愛してなきゃ描けなかった。僕は話戻しますけど、あの何もかも失った水産加工業の社長さんに向かって、彼らは叫んだんだと思うんです。生きていってくださいと、イコール人を愛してください。今あるごく身近なあなたの命を支える命を愛してください、言ったに違いないんです。僕たちは戦後75年ですか、今親が子供を殺し、子供が親を殺す当たり前の時代に生きてます。彼らはそんな時代を見て喜ぶでしょうか。喜ばないです。ああ戦争さえなければ彼らが助かったのに。ああ戦争は憎い、それも当然です。しかしもっと大切なのは、戦後75年久保島誠一郎がどういう生き方をしたかです。自分はどう生きたかです。自虐って言葉は間違って取られる場合がありますけど、自制というのは大事です。自らを顧みること、それから自問も大事です。自らを問うこと。私の美術館の無言館に至る坂は自問坂と名が付けられています。僕昔から名前つけるの好きなんです。あのカクテルの深海の孤独とちょっと似てます。無言館に飾られている画学生たちの絵が決して反戦平和のためにだけあるのではない。今生きる私たちに、あなたは今日一日、あるいはやってくる明日をどう生きますかと問うているような気がします。その美術館を作った私にはなおさらです。なぜ作ったのかわからないけれど、今棒立ちになり立ち往生になり借金抱えながら、でももうすぐです。この間信濃で3巻売りましたから、県からお金が入りました。なんとか今のコロナの状況、昨日は8人しか来ませんでした。コロナがあとずっと続くとして、続いちゃ困るけど続くとして、資材を投げ打てば5年か6年は持つそうです。税理士さんが言ってました。まあそのうち私が死ぬでしょう。その点は大丈夫だと思います。自分で自分がわからない時が時々あります。今日もきっと新幹線に乗って本当のことを喋ったんだろうか、あれでよかったんだろうかって思いながら帰ると思うんですが、最後にほんの少し、あと
5分だけ時間をもらって最後にしたいと思いますが、最近聞いたことのない雑誌でしょうけど、気管文化という本があります。これは季節の気、本が刊行される刊、文化というのは理科文化の文、科というのは科目の科、長影社という、鳥の影の社と書く、ちっちゃなちっちゃな、こう言ってる間にも潰れそうな出版社から出てる本です。何十年にもわたって文学の火を灯してます。今日郡山に来る前日ですね、昨日一番新しい、それぞれの8月15日という特集の本が届きました。コピーをしてきましたので、それをちょっと読みます。ことによると5分ちょう、まあ当選したんですから5分超過しますけど、その絵を自分で書いた文章を読むっていうのはとっても切ないんですけど、一生懸命読みますのでちょっと聞いててください。それを最後にします。よく今文中で出てくるりょうちゃん、僕の名前です。りょう、2歳9日まではりょうっていう名前でした。しのぐっていう字ですね。にすいを書いて土書いて何々をしのぐっていう字なんですけど、なんと武者小路実篤さんがつけたそうです。豪華版ですね。豪華版です。ただいくら豪華版でもね、やっぱり千一郎のその洋服屋の仕立て職人さん、おじちゃんがつけた、鶴岡さんのつけた誠一郎の方が僕は大好きですけどね。まあ、文中で出てくる。それからよく聖母、実母って言葉ありますよね。僕なぜかね、聖母が好きなんですよ。生まれる母が好きなんですね。それからね、政府って言葉は広辞林、辞書引いても入ってませんよ。政府ってよく使いますけどね、本当の父親のことを。考えてみれば、父親が産むわけねえんだからね。だからあれは人父なんですね。母親はね、実母と聖母っていうのが、僕聖母が好きなんですよ。長くなったらもう途中で走りますけども、長くなったらごめんなさいね。我が聖母の8月15日、もう40年以上も昔の話になるが、私は戦時中に生き別れしていた政府である作家の水上勉氏と戦後34年たって奇跡的な再会を果たした。再会時私は36歳、父は58歳。その頃の水上氏といえば、すでに文壇の寵児ともいえる人気沸騰の直木賞作家だったから、私たちの親子の開口劇は戦災孤児、戦後の空白を克服だとか、水上父子涙の再会だとかいった大見出しで各新聞の一面を飾り、あちこちのマスコミに追い回されて大変な思いをした。だが貧しい靴修理職人の養父母に戸籍上の実子として育てられた私が、突然有名作家の子になったシンデレラストーリーが華々しく報じられたのに比べ、その約1ヶ月後に記事を見て名乗り出てきた聖母との対面を報じたメディアは一つもなかった。
名もない靴職人だった養父母同様、毎晩飲み歩いて家に帰ってこない水上勉との同棲生活を解消した後、市政の一エンジニアと結婚して一男一女を設け、ごく平凡な主婦となっていた聖母についてはほとんど関心を示さなかった。聖母の登場を無視したのはマスコミだけではなかった。当の子供である私もまた、父親の水上勉とは親しく交際しながら、私はお前を捨てた悪いお母さんなのと泣き崩れる聖母に対しては冷淡で、何度もせめてもう一度会ってという願望の手紙をもらいながら、とうとう初対面の時を含め二度しか会おうとしなかった。文学ミーハーだった靴屋の子供は、すまなかったの一言も口にせぬまま、颯爽とフラッシュを浴びるイケメン分子のエゴが許せても、お前を手放したのはあの人の結核を映すのが怖かったからと泣き崩れる母の姿は許せなかったのである。平成11年6月11日、聖母加瀬益子は81歳で田無の自宅で首を吊って自死した。当初東京に住む妻経由で信州に知らされた益子の死因は急性の心臓発作だったのだが、父親違いの妹英子から本当は自殺だったのと聞かされたのは母の死後5年が過ぎてからだった。なぜ本当のことを教えてくれなかったのかと問うと、きっとお兄さんが自分のことを責めるんじゃないかと思ってと英子はハンカチで目を押さえた。でも安心して、お母さんは一度もお兄さんのことを悪く言ったことなどなかったから、いつもあの子は自分が産んだ誇りの子だと言っていた。マスコが東中野の日本閣裏の安アパートで父と知り合った頃、お茶の水にあった調査機関東亜研究所、通称東研に勤めていたことは、新橋の第一ホテルで親子水知らずで一夜を過ごした、結局それが最後になったにマスコ自身から聞いて知っていた。東研とは昭和13年に時の再創近衛文麿が設立した企画院の外郭団体、当時イケイケどんどんだった中国侵略政策に伴い、ソ連、南方、アジア一帯に及ぶ広域を対象とした大規模な調査機関で、マスコはそこで研究員の一人としてオルグの演説草稿の下書きなどを受け持っていたが、やがて私を妊娠して退職、それからは飲んだくれの上結核を患っていた貧乏物書きの父との生活を支えるべく、大きなお腹を抱えて要塞内職のミシンを踏む毎日だったという。しかしその生活にも限界がやってくる。マスコは未入籍のまま子を出産した後、2歳9日の私をことぶきハウスの真向かいの部屋に住んでいた明治大学法学部の学生山下義政さん夫婦に託す。そして義政さん夫婦は以前から子供が欲しいと言っていた明大泉校舎前でむしろを敷いて働く靴修理職人夫婦の久保島茂初のもとに私を手放すのである。そのわずか3ヶ月後、山下義政さんは学徒出陣でフィリピンに出征し、27歳で戦死するのだが、妻静子さんに宛てた遺書の最後には、久保島さんのところで亮ちゃんが幸せになってほしいという一行があったという。私が関心を抱くのは、私を手放した後マスコがたどった戦後についてだ。マスコが営団地下鉄のエンジニアの男性と結婚したのは昭和23年秋のことで、終戦から3年経った頃だったが、夫にも子にも私のことを含めて
過去のことは一切話そうとはせず、晩年親しくしていた詩人仲間や趣味で描いていた水墨画教室の友達にも自分の若い頃のことを話すことはなかったという。あたかも刀剣時代のほろ苦い自らの精神への悔い、何よりあの国策服従戦争加担の記憶から一日も早く逃れようとでもするように。それだけに戦後34年を経た昭和52年8月15日の数日前にスクープされた我が子と水上勉との対面記事は、戦後の焼け跡から突然出現した過去の亡霊だったとも言えるだろう。ごめんね亮ちゃん、お母さんが悪かったから、弱かったの。何度もそう言って詫びるマスコの手に肩に手も置こうとせず、そんな母を黙って見つめるばかりだった亮。何度会いたいと呼びかけても返事をよこさず、有名作家の父との対談には危機として応じていた亮。そんなこの仕打ちもまた、マスコにとっては自らの戦後の変節に対する逃れようのない罪と罰と受け取れるものだったのではなかろうか。この後ちょっと東亜研究所というちょっと専門的な調査機関についてのことが続きますね。もう飽きたでしょう。そう飛ばします。一作集だったか。私がある劇団の公演のカタログに、自分の母親が戦時中の一時期東亜研究所に席を置いていたことがあるという文章をよく寄稿したところ、ロングセラー東京大空襲の著者であり、88歳になられる現在も戦争の実相を絵本の執筆や講演を通じて伝える活動を続けておられる作家早乙女勝元先生からいただいた手紙にはこうあった。偶然拝読したあなたの文章の中に東亜研究所の名を見つけ、朝からのご縁を感じました。なぜなら母上が戦前勤務されていた東亜研究所は終戦翌年に解体され、その後政治経済研究所と改称されましたが、実は現在小生が代表を務める東京大空襲戦災資料センター東京江東区の前身はその政治経済研究所であり、言い換えれば当センターは東亜研究所の存在なしでは生まれなかった施設なのです。小生は母上がいた頃の研究所を知る世代ではありませんが、センターの OB の中には若かりし頃の母上のことを記憶している者もいるようです。東亜研究所については全国的に数多くの優れた研究者や著名な政治家を輩出しながら、今や知る人も少なくなり、いわば幻の調査研究所とも呼ばれる存在になっていますが、解散時に多くの研究者が掲げていた調査研究事業は必ずや戦後民主主義の基盤になるという理念は、今も色褪せることなく我が戦災資料センターの歴史に脈々と受け継がれていると言っていいでしょう。あなたが営む戦没画学生慰霊美術館無言館のお仕事にご尊父からの文学的遺伝子が流れていることは疑いませんが、それ以上に女性の社会進出もままならなかったあの時代、若き女性当主の道を歩んだ母上の血を感じるのは小生だけでしょうか。これからも一層無言館の発展と戦没画学生の遺作の発掘保存のお仕事にお励みください。亡き母上のためにも。あと何年かで母の没霊に達する老いた子供の方を幾筋のもの涙が流れた。いい文章ですね。
そんなこんなでりょうちゃんは80歳になりました。74歳の時にくも膜下出血で倒れまして、死地の淵をさまよい、2年後何百万人に一人という大変難しい箇所のがんが見つかりました。ついこの間6回目の転移検査をしまして、転移してないということが分かりましたが、年に4回今度は11月25日検査を受けます。つい一昨年は間質性肺炎に見舞われました。でもまだこうして生きています。さっきの画学生の言葉じゃないけれど、あなたは今生きられなくても生きようと思っても生きられなかった私たちの分を、あなたは今日は生きている、そんな声が聞こえます。今回展覧会大変お世話になって、郡山展ぜひお一人もう一人二人のお友達でいいですから呼びかけて連れてきてください。その成績が館長の首につながります。今日はありがとうございました。